ツイード調の素材感が特徴的な、ストレートシルエットタブパンツの、ご紹介していきたいと思います。もうパッと見で多分まずこのコーディネートだと、ボトムスにこう目が行くかなと思うんですけれども、まあ、ツイード状に編み立てられた素材を活用した、パンツになるんですけれども、まあ、基本的には2タックのワイドシルエットパンツになるんですが、アイテム名にもある通りですね、まあ、デザインのポイントとしてこのですねウエストのサイドにタブがついていて、まあ、ここを調整することでちょっと着心地を、変えられるってとこだったりしますね。で、まあ、ただ、ウエスト自体は、バックイージーで、フロントには、ローコードも仕込まれてますので、まあ、タブを使いつつですね、コードで調整していただけるような形のアイテムになってます。で、ただ、まあ、この辺のディテールはもちろんのこと、あとですね、今ちょっとお気づきになっている方いるかわかんないですけど、僕実は裾にもこれ、ドローコードが入っていて、少し絞ってます。なので、少しこう、内に入ってクッションが、まあ、足首あたりに溜まるような、形になってますね。で、結構これ自体ドローコードで結構シルエットって変わるので、片側だけちょっと今外そうかなと思うんですけど、よいしょ、外すと結構ストンとここまで下がってくるので全然こう印象が変わるかなと思います。ちなみに僕今169cm63kg で、サイズ2番着用してます。まあ、ジャストはサイズ1かなというところなんですけど、まあ、2番で履く場合は特にこのドローコードをうまく使うことでちょっとこうコーディネートのアクセントをつけられるのかなと思います。で、一応このパンツですね、トップスに、ハリントンジャケットですね、セットアップでも着用できるような、セットになってるんですけれども、ただまあアイテム自体この素材感がすごく特徴的なので、まあ、こういった風にシンプルなアイテムと単品で使うのもかなりおすすめですので、まあ、しかもこう結構秋冬感の漂うですね、まあ、今回柄物が結構いろいろ多いんですけど、ボトムスの中でも結構印象的な、アイテムの一つかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみにですね、まあ、トップスもセットであるんですけど素材違いのタブパンツもございますので、まあ、そちらはまた別の動画でご覧いただきたいと思います。まあ、全然ちょっとそちらも全く別物のアイテムに見えるかなと思いますので、チェックしてみてください。